こんにちは、超タカロスです。来年の、アニメ佐々木とピーちゃん、これね、なんかもろ俺と被るんだよね。なんか名前が佐々木だしさ、あのこの主人公さ中年だしさ、で、あのもっとびっくりしたのは、自分昔2チャンネルの、あの固定ハンドルネームがピータンだったんですよ。だからピーちゃんって言われてて、偶然か。ご視聴ありがとうございました。水瀬いのりんが出る。